私の名前は日和。私には小さい頃から不思議な力があった。私の持っている力、それは霊を見ること、そして悪意を持つ霊と戦い、それを消し去ること。今私はその力を使って生きている。特に写真に焼き付いた死者の執念を払い浄化することが私の生業である。
まだ手紙には続きがある。霊と戦うこと、それが今は身寄りもなく一人ぼっちの私が生きていくためのたった一つの手段。次はどんな手紙が届くのだろう。私は一人でこの屋敷に住み、エージェントが持ち込む除霊の仕事をこなしている。母を早く亡くし、私と同じ力を持っていた父は、私が七つの頃に失踪してしまった。それ以来私は、この屋敷から、あまり外に出たことがない。外の世界は、私にとって、霊と対話する世界よりも未知で、恐ろしい。
力、ほう、まだ手紙には続きがある。
滅。力。ほう。
私の除霊はどうやら一風変わっているらしい。私は除霊をするたびに、その霊の生前の記憶や知識の一部を自分のものとして得ることができる。孤児となった私がこうして一人で生きてゆけるのもそのためだ。私がこの力に目覚めたのは7つの時だったと思う。まるでその力と引き換えのように、父は私を残し姿を消してしまった。それまで私は普通の女の子として暮らしていた。屋敷の外に出て友達と遊んだ。幼いなりに好きな子もいた。人と話すのが苦手な私に優しくしてくれた男の子、名前も覚えている。ゆうじくんだけど、私が人には見えないものを見るようになると、友達はみんな私を怖がり、そしてそれが悲しくて私は屋敷から出なくなった。でもなぜ今そんなことを思い出したんだろう。Thank you.
その知らせは突然私にもたらされた。ユージ君、これでお別れなら最後の声を聞きたい。私は意識を集中した。流れ込んできた彼の感情は、私の淡い思い出すらバラバラに打ち砕いた。そしてその後、ユージ君の気配はこの世界から完全に消えた。私は
自分の手で彼の魂をこの世から消滅させてしまった。除霊することで彼の霊を安らかにできると思っていた。でも最後に伝わった彼の激しい拒絶と苦悩は私の心を地獄のように、私が彼にしたのは正しいことだったのだろうか。Thank you.